はい、前回の続きですね。前回岐阜城を取りました。ここ同盟です。ここにちっちゃいお城があるのでここを取りたいなと思いますね。今ご飯がないのでちょっとねご飯を買いたいなと思って買った。そう岐阜城を取ったんです。ここら辺に立ててもらって、軍事、軍事国、軍事で。軍事でね、こうやって、あとは研究とかは、研究、松倉に集結。あとはね、ちょっと9月は来るまで待とう。別にいいか。ここと今戦えないからね。ここは同盟国だからさ、参加しちゃおう。早速行っちゃおうじゃん。もう一気にさ、ここまで行っちゃおうか。かしこまりました。
どこからね、出発するのかね。諸勢力は。諸勢力の部隊が出陣しました。全てのやつが使えるようになりました。関東で言えば、あ、まだダメなんだね。過ぎちゃって、ついでにこれも立てちゃうか。これは無理。かしこまりました。青森は立てるかな。ここに入っちゃったよ。お任せくだされ。かしこまりました。承知いたした。君たちさ、お塩取っちゃえばそれで終わりじゃないんだよ。今回はこっちなんだよ。かしこまった。承知しました。かしこまりました。承知しました。このやめか。もうちょっとこっちも取っちゃおうか。お任せください。
こんな夜に、こっちも取っちゃう。かしこまりました。宮崎城っていうのがあるんだね。まあいいや。関東。諸勢力の部隊が諸勢力の部隊が出陣しました。ここがね、富山、これは富山ですね。こいつも富山。富山。富山でポン。なんでもない。富山でポン。だって岐阜城はどうなってる今。岐阜城は26万。
26万持っていっちゃおうかね。26万、37万になるけど、かしこまりました。将兵がいるんだな。機関にして富山に持って行って。かしこまりました。富山に。1234。ああ、これもいらないんだね。もうこれはいらなくて、研究同盟国承知しました。間に合うかな。いいけど、ちょっと待って。城門を突破いたしました。岐阜城に人がいてよかったね。なんなんだよ、もうめんどくさいな。岐阜城から間に合うかな。岡崎城からも行けるんだけど、岡崎城は3人しかいない。間に合うかな。敵の城を制圧。敵将を城門を突破いたしました。行くしかないんです。承知しました。かしこまりました。ご飯もあるね。
それからと上田城じゃなくってどこだっけな、駿府城が百石足岐阜城に注目、岐阜城に注目したいんだけどな。どこだっけな。この人たちに注目です。町並みを失いました。諸勢力の部隊が出陣しました。お味方が城内に突入しました。敵城を制圧しました。敵城を捕獲した。お味方の援軍が間に合ったようです。ね、富山県に富山城めんどくさいな、これが富山城。めんどくさいな、これ。かしこまりました。お任せや。あら、こっちが手に入ってないんだ。ここがね、もうちょいです。で、この人たちも頑張ってます。逃げてんてんじゃねえか、せっかく来てあげたのに。お城立ちちゃうかな。お城立てないか。お城立てられない。一応取っちゃってもいいんだよな。まあでもいいや、帰るか。じゃあ一回退却、退却せよ。そしたらね、制圧しました。敵将捕獲した。宮崎城行け。自発を待ってる。
ここまでも行ってきた。これはね、めんどくさいな。めんどくさいな。めんどくさいな。もう。資源の確保が完了。はい、行け。かしこまった。受けたまわりました。この全部高山。この全部高山。高山。Thank you.
かしこまった。そしたらね、ちょっとキープしといて、いろいろやることがあるんだけど、お味方が城内に突入しました。街並みを制圧しました。敵の城を制圧。敵将、街並みの制圧が完了。早いな。富山城、富山城、一箇所あるはずだ。あと一箇所ね。これが邪魔なんだよな。もうムカつくな本当に。こんなところにもあるんじゃねえかよ。
ろんな道を作りたくなっちゃう。作らなくてもいいんだけどやりたいんです。承知しました。そしたらね、どうしようかね。ここは手に変えて、これ1個にして、はい、これ1個にして境界を見て、あとはここら辺がもうないのかな。あ、まだ将兵がいるね。お任せや。枕崎はもう、でもね、枕崎のやつを、かしこまりました。春日山、ああ人がいないんだね。人がいないのか。じゃあこの人、機関に会長、人手が不足。お任せください。どこだ。市場を建てる。岐阜城からは向こうに行くので、陣押しを建てようか。お任せください。岐阜城の人たちにですね、岐阜城どこかな。なんで岐阜城が探せないんだろうな。なんで岐阜城がないのかな。ここか。大名に
陸上をお願いしよう。おか入る。ああもうなんだよ、何が歯だよ、ふざけやがって。もう他のやつに頼むよ、お前にはもう何も頼めないね。クソ野郎だ、何が歯だよ。途中で投げな、途中それ以上僕ができませんみたいに言ってるみたいじゃないか。かしこまった。何が歯だよ。すごいな、これ50万になっちゃってるね。50万そっくり持っていくためには使ってないお城に持っていく、こういうところに持っていく。空っぽのお城に持っていく。入場にしてここで人を増やす。そしたらたまにこのカートこのねチェックしておいた方が、上田城あたりに。お任せください。富山城美薬、富山城美薬のコマーシャルね、最低最悪だね。アミノ酸はね、お薬ではないんですよね。タンパク質を食べればね、必須アミノ酸を取ればね、誰でも簡単に手に入る成分だということですね。そしてですね、どうしようかな。どの先かな。あんまり使わないやつなんですけどね。将兵がいない。入場で。開発はやってみるね。岐阜城の方に持っていくか。時間が来ちゃいましたね。なんだっけな、俺は今やろうとしたっけ。今回はね、この北小
北庄次郎を手に入れたということで終了したいなと思います。ではまた今度ということで失礼いたします。北庄次郎。